あなあなあ、ついにクリボンは横向きでも持てるようになりました。ネタ。とりあえずは、あ、まずは、おーすげえ、普通こうなんだよ。でも横で、あー、ん？ダメだ、最初だけなんだ。もう一回もう一回。うふふふふ。すげえ、よく見つけたな、これ。せっかくだから倒しておきましょう。横向きもいけるんだね。おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。ちはやさんへの挑戦状60秒スピラン3月29日にいただきました。あんまり難しくないと思いますが、とのことですね。ありがとうございます。参りましょう。2の3なり。オッケー。なるほど、いけたいけた、オッケーだった。いけた、バネちゃんか違うか、これは下か、いいんじゃんなら持っていった方がいいんでしょうけど、まあせっかくなんでここはね持って、ここまで来ちゃって、あ、では1個右のブロックだけでも回収できれば、あぶねー。あー、これはまずい、これまずったな、これまずったな、これ相当まずったな、戻れないもんね。うわ、これ困ったな、どうしよう。ああ、くそ。ダメか。角度が合わないな。よいしょ。ふざけんな。さあ、オッケー。ちょっと稼ぎますよ。これで、持っていけますよね。オッケーですね。あ、持ってこなきゃ。いけなかったんだね。スピンを決めて。はい。あー、取られた。これダメかもしんないね。いや、大丈夫でしたね。時間が結構ギリだなー。これあれだな、多分。最初とか来てたルートが正規ルート。あー、いや、時間ギリだったのかな。これ相当短縮できるぞ。じゃあ、こちら行きましょうか。ついに、不死身マリオの誕生。これはもうタイトルから来てますね。誰もが驚いてしまうやばいバグ。まず、不死身マリオっていう時点と、やばいバグっていうところで、うまいことサムネ作れねえかなぁ。とりあえず内容はこれから見ます。お前かぁ。あったあった、これ前やったなぁ。これすごいよね、ほんとね。え？あ、ジャンプで乗れんのか。どこまでいける？あ、結構いけますね。でもやっぱあれだね、パウに乗ってる感じなんだろうな、きっとな。おっと、お、乗れましたね。ここも大丈夫なんですよね。ここも大丈夫。ここだけあからさまにでかいのは多分パウが残ってるかなんだろうな。それでもまだ耐えられるってことは、やっぱりここにドッスンがいるんだよ。それの上に乗ってるけど死なないんですね。ヒップできるもん、ほら。死なないバグ、不死身なマリオ思いっきり死んでたけどね。不死身なマリオか。参りましょう。壁キックテクニック2、エンジョイ、レベルアップ。中間ありありがたいですね。7月の7日にいただいた壁キックコースです。ちょっと日付がめちゃめちゃになっちゃってますけどね、やる順番が。お許しいただきたいなと思います。あぶねえ。こうか。左。あ、よし、オッケー。待ってね。掴む前に状況確認しよう。あの、ピンはなんだ？やべ！あぶねえ。そっか、乗っちゃえばいいのか。なるほど、そういうことか。どうしたもんかな。踏んでもらって、あれでも踏んでもらっちゃできないじゃん、思えば。下どうなってたっけ。
持っていかなきゃダメだもんね、だってね。ほっ、ミッキーに行く、わかんねえ。あー落ちちゃったー。あぶね、届いた。ここに入れてあげることでボスに仕事をさせないんだ。これが正解だ。よくあの P、 あーぶね、パウじゃなくてバネ持っていけてたな俺。逆にすげえ、自分すげえ。よし、オッケー。おう、今度は上に上がってくよっと。ここは食らわざるを得ないが、ラッキーかぶれた。俺メット持っていけたのはラッキーだったかもね。これはそっか、ああ取られちゃったな。オッケー、ブロックがさ、うお、狭っ、しまった。帰ってき始めたらオッケー。狭かったよね、確かに2マスくらいしかなかったよね。オッケー、それをしっかり見切る。あーねー、ヒップ耐久だ、よく反応した。あーこれも多分上狭いんだろうな。ほっ、オッケー、ニッコニッコ。ニッコニッコしてる、ありがとう。続きましてはこちら、現実から逃げるには走り続けるしかない、しかし現実は甘くなかった。悟ってんな、悟ってますね。2月の7日にいただいた自分の黒歴史スピランだそうです。クリア者がずっといなかったんですが、一人クリア者が出ましたね。7000分の1。さあ参りましょう。現実から逃げるには走り続けるしかない、スピランですね。わかりやすく言うとね。あ、なるほど。左はどうなってますかね。入れないか。 P スイッチが隠れてるわけではないからな。これはもう無理ですね。 OK、 キャン、うわっ、よし、 OK、 これほぼ死亡数の半分くらいは、あー届かねえ、死亡数の半分くらいは最初で持ってかれてんな、これ。さてはこれどっだ、オッケー、そういったー、これはまずい。俺の苦手なピージャンが入ってる。はい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 、あ、終わったな。1、2の3回目でドアだな。オッケー、オッケー、オッケー、うーそ、いけんのね。うわ、いい反応、いい反応、素晴らしい反応。ん、ボム兵、ふむ、うそうそうそ、入っちゃった入っちゃった。あ、でも大丈夫だ、オッケーですね。これは逆に入んないとダメなの。あ、取られたけど、あ、これ相当まずいんじゃない、相当まずいんじゃない。あー、なるほど、食らって、これでもでっかいままでいけそうだね。そしたら、あ、しまった、届いた、でも届いたわ、いけたいけた。はいはいはい、え、超えられますよ。あ、あ、あ、そういうことか。じゃあこれはこうでいいんだね。嘘だろ、あぶねえ、ブレーキ踏んじった、危なかった。これは機能庫を取って、あ、なるほど。え、これあれかな、バネジョンだよね多分ね。こう、オッケー、うわ、途中にあるのかい。オッケー、土管入りました。スターか、了解した。危ない、今取り損なったかと思った。取れそう、うー、あ、大丈夫だね。オッケー、はい、土管くあぶね、あ、全然余裕だった。うーそ、あぶね、加速半端、え、ちょ、あぶね、こうか、あぶな、上トゲあるし、うそ、ここ水、あぶね、かみった、うそ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 う、こうかな、いいのかな、いいんですね、これでね。オッケーですね。あ、あ、死んだかもしんない。あ、あ、積んだ。よし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 、よし、いやー久しぶりにここまで来たな。よし、行くぞ。
ほっ。あー、ダメかー。ここに投げれば OK。 うわ、なんだこれ。ふざけんな。あー、井田抜けてどっすんか。よし、 OK。 リアルサンダー気になって集中できない。あぶねー。なー、リアルサンダーと共に死んだ。おーし、来た。リアルサンダー集中できない。もう、危ない。おっし、来た来た。で、ここはガバ使えるんですよ。これ P で言ってもいいんですけど、 P だったら何度でもやり直しが効くんですけど、こっちの方が確実です。なんすかね、これ。うちのそばに飛来神でもあんのかな。学校確かに近くにあるけど、そのせいなんすかね。やたら雷落ちるんすよね、うちのそば。超集中できねえ。いつもマリカーでサンダー回避してますけどね。ちょっとリアルサンダー回避は不可能だからな。物理的にきつそうだもんね。まずスター状態ってものがないからな。なんかリアルサンダー回避、リアルサンダー回避とかって言ったらなんか動画にできそうだ。なんかできないかな。あーあー、もうやめて。お願いだから、ここまで来てさ、本当に。よっしゃー、よっしゃー。お疲れ様でした。おお、ベストタイムっていい勝負。ここ最近やった心折れで一番辛かったですね。2時間手前かな ?1 時間40分くらいかかりましたかね。久々だなぁ。1時間半以上かかったの多分、
数ヶ月ぶりだな。いやー、厳しいスピランだったな。ゴール前で死にすぎ俺。あー、辛かった。お疲れ様でした。今日は唐揚げないんでアイスかな。